2005年に写真博物館で展示されたヘンリー・ボンドのインテリアーズシリーズの一枚。アントワープ州立写真博物館はベルギーのアントウェルペンにあるアントウェルペン州が設けている写真の博物館。各種の写真展の会場となるほか、ヨーロッパ有数の規模とされる歴史的なカメラや写真機器のコレクションを形成している。アントウェルペンの写真博物館は 歴史的写真と現代の写真のコレクションを形成しており、校舎は毎年新たな展示会を開催している。コレクションの形成と並行して写真展や映画の上映、講演会なども頻繁に行われている。この博物館はフラマン語で FMM という雑誌を刊行しており、芸術写真に特に力点が置かれながらも、写真についての様々な記事が掲載される。 現在の博物館は大改装を経て2004年に開館した。2005年にはヘンリー・ボンドのインテリアズシリーズがこの博物館で展示され、同年中にはアントン・コービンの開顧展も開催された。現在の館長は前任者クリストファー・ルイスから交代したエルビーエラ・ベルエである。ありがとうございます。